今日夕方、辰野市の伊保川で溺れかけた女子小学生を救助しようとした70歳くらいの男性が川に流され、心肺停止で救急搬送されました。溺れかけた女子小学生は軽傷です。今日午後4時前、子どもが溺れておじいさんが助けに行ったが危ないと近くにいた女性から119番通報がありました。 消防によりますと、辰野市の伊保川で小学生の女子児童5人が遊んでいたところ、1人が流されそうになり、助けを呼ばれた70代くらいの男性と女性が救助に向かい、男性が流されたということです。女子児童は自力で川から岸にたどり着き軽傷で、男性はおよそ1時間後にレスキュー隊に発見されましたが、心肺停止で救急搬送されました。 発見時川の流れは緩やかだったということで警察と消防が詳しいいきさつを調べています。